一つ。宮崎県宮崎市、アボカド、その名もひなたプリンセス。日本では珍しい国産アボカドの栽培に取り組む横山陽一、匠の蔵。宮崎市近郊にある匠の果樹園を訪ねた。うわー、アボカドってこんな風になってるんですね、はい、普段目にするアボカドより随分立派に見えますが、あのですね、2つ理由がありまして、はい、まず1つ目が品種が違います。あのうちで作ってるのが大体大きくなる品種ばかりを作ってます、で2つ目に1本の木になる数を制限してます。だいたいこれほっとけばですね100個以上の実がつくんですけど、今この木で40個ぐらいついてます。あ、じゃあ半分いっか。そうですね、個数を制限することによって一つ一つが大きくなるんですよ。はあ。横山の作るアボカドは市販されている外国産よりはるかに大きい。宮崎マンゴー、特に太陽の卵が高級フルーツとして全国区になったように、宮崎の次の名物を目指す。横山さんが手塩にかけたアボカドをいただきたいと思います、はい、森のバターと呼ばれるアボカドは世界一栄養価が高い果物だ。もう何にもつけないのが良さそうですね。そうですね、このアボカドそのもの、あ、すごく柔らかい。いただきます。おいしい。あの、もう本当溶けていきますね。アボカドって実だったんだなって、このナッツの感じそうですね、が本当にスーッと鼻に抜けていって、私あの大好物がアボカドなんですよ。買うぐらいなら自分で作ってみようというのが最初のきっかけですね、